続国広は、日本の政治家、東京都副知事、参議院議員、総務庁長官を歴任した。熊本県生まれ、中央大学法学部卒業、専修大学大学院修了。1953年8月、東京都庁に入庁した。東京都財務局主計部長、財務局長などの役職を歴任し、1983年5月に東京都知事、鈴木俊一の下で東京都副知事に就任。1991年に副知事を退任した。1992年、第16回参議院議員通常選挙に公明党公認で比例区から出馬し、初当選を果たした。1994年、新進党結党を控え、公明党が公明新党、公明に分裂した際は公明に参加した。1998年1月、公明代表、浜吉敏子の下、政策審議会長に就任。第18回参議院議員通常選挙には、公明公認で比例区から出馬し、再選を果たす。同年11月、新党平和、黎明クラブ、公明が合流し、公明党が再結成され、公明党代表、神崎武則の下で、中央幹事、両院議員副会長を歴任。1999年10月、小渕再改造内閣で、総務庁長官及び中央省庁改革等担当大臣に就任し、初入閣を果たした。2000年、内閣総理大臣、小渕恵三が脳梗塞で危篤に陥り、小渕内閣は総辞職する。続く、第一次、森内閣でも総務庁長官に再任され、12月の内閣改造で退任する。その後、公明党副代表に就任。2001年7月、党常任顧問に昇格した。2004年の第20回参議院議員通常選挙には出馬せず、政界を引退。ありがとうございます。